皆様こんにちは。幸運を呼ぶチャンネル、チャンネル 4U のソラです。今日は世界的にも有名なフィギュア選手の浅田真央選手と織田信成選手を占ってみたいと思います。まずはじめに浅田選手の方からいきたいと思います。浅田家の十五角と本格の十五角、そして幼少期の十五角、そして外からの影響の十五角、この4つの十五角を持ってある方を私は初めて見ました。素晴らしいですね。十五角っていうのはラッキー数の一番いいラッキー数となります。画数の中でも五大画数の吉数の最大吉数というふうになっておりまして、さすがに金メダルを取られた浅田真央選手にふさわしい画数がこんなにたくさんあるっていうのをもうびっくりいたしました。そして仕事運が25画で、25画っていうのも海外に縁があり、やはり海外で大活躍をなさいました、オリンピックで。そして、この画数もとってもいい画数ですが、あと家庭運が20ということで、20というのはそうですね、結婚運や子供運が少し薄い傾向にあるということで、まあ、本人がよほど、覚悟を持って結婚するってしたいってなったら、まあ、それが克服できるんですが、少しその辺が薄いかなっていうところがあります。まあ、これだけ仕事にしっかり生きられて頑張ってこられましたので、まあ、そういうことには少し縁遠かったのかなと思いますが、まあ、これからはあと晩年になると、これが60以降ぐらいになるんですが、30というのが少し体調にが気になるところですね。で、そこを注意されて行かれるといいのかなと思います。しかしラッキー数がたくさんありますので、まあ、いろんな困難を免れるという画数がたくさんそれを持ってありますので、まあ、そこまで心配はないのかなと思いますが、まあ、用心をして人生歩んでいかれるといいかなと思います。それから織田選手ですが、織田選手の方も幼少期が15画という大大吉数を持ってありまして、また外角が24画といってすごい財運を持ってあります。で、この24と15はどちらもラッキー数で、また五大画数の中の一番いい、大吉運というふうになります。そして仕事運が32画で、人と物と金が集まってくるという、またこれまたとってもいい画数になります。23画っていうのもこれも大吉ですが、これも15画とよく似ておりまして、まあ、人からの援助もあり、とてもラッキー的なことが外からでも皆さんが支えてくれて大活躍ができるという画数になります。晩年は優しい大吉数で、とても人から好かれて人気運もある優しい38画というふうになっております。これ家庭運が真央さんと同じで20画を持ってあり、やはり家庭運が薄かったり、まあ、子供の縁や結婚運が、まあ、どうするのかなと、本人がどこまでされるかっていうところで、ちょっとそこが弱いところがあります。本格が14画なので、まあ、自分の困難を打ち破っていくっていう画数としてはいい画数なんですが、まあ、どちらかというと、まあ、政治家とかには向いてるんですけれども、14画はそうですね、自分の意思が、まあ、本当にしっかりとこう伝えきれないっていうちょっと弱さもあるのかなというふうに思いますが、まあ、15画、24画、23画、32画ととってもいい画数がたくさんありますので、まあ、この織田選手の方もあまり人生心配することはないように進んでいくのかなというふうに思います。まあ、どちらもとっても素晴らしい画数を持ってあって、さすがメダル選手だと思っております。まあ、今後もいろんな方面でご活躍をなさると思いますので、どうぞ頑張っていただきたいと思います。本日は誠にありがとうございます。世界中の人がどうぞ幸せな日々を送れますようにと心から願ってやみません。どうぞチャンネル登録の方もよろしくお願い申し上げます。今日はありがとうございました。それではチャンネル 4U のソラでした。失礼いたします。